はい、皆さんこんにちは。みなです。ザカです。エピログです。タカがハムスターです。2日前にタカが手術受けて歯を抜きました。はい、あんまり元気がないからちょっとさすがに今の状況で外出るとね激痛なので家で動画を撮りたいと思います。ということで今日の動画のテーマは何でしょうか。私は日本人に言われることで、イライラすることについて話したいと思います。あ、そんなことあんの。外国人目線で見るとちょっとイラッとしちゃうこととか。そう、無意識のうちに言ってるんだよね。そう、ね、なんか悪いと思ってないけど、じゃあこの動画を見てくれてる視聴者の方は今後ちょっと外国人とこう触れ合うときにちょっと気をつけてもらえると外国人が嫌な気持ちにならないってことね。そう、まあ、ただのレナの愚痴が言いたい動画だったかもしれないけどね。タカも分かるかな。何個あるの。5個。5個もあるんだ。はい、俺も無意識のうちに言ってるかもしれない。いや、言ってないと思う。言ってないギリギリセーフだよ。でもギリギリだよ。ギリギリ他のことでイライラするよ。やばい、笑うと痛い痛い痛い。俺もずっとこうしようかな。本当笑うだけでも痛いもん。1個目がよく日本人が外国人に言うことは、何でしょう。髪の毛金髪でかっこいいね。あ、それもあるけどそれはイライラしないよ。それ ぜひいつでも言ってください。あ、分かった。顔ちっちゃいねとか。あ、でもそれもイライラしないよ。それも嬉しいこと。足長いねとか。いや、それも嬉しいことでしょ。あ、大人っぽいねとか。あの、本当は若いんだけどちょっと年上に見られちゃうとか。全部タカがいいこと言ってる。このタカが今言ったこと全部覚えといて外国人に言ってみてください。みんなさん喜ぶよ。あ、分かった。レナの場合目が青いねとか。それも普通に。あ、いいんだ。あの、日本語上手ですねっていう。ああ、ちゃんとした会話をしてから、日本語上手ですねっては別に全く何も疑問がないです。疑問は私は一言を喋っただけで、あ、日本語上手ですねって言われるのが、どういうこと、ね、おはようございます、おはようございますとかって言った時に、あ、日本語上手ですねって言われるってことね。そう、初めて会ってなんか一言言って、あ、日本語上手ですね。でもそれはあれだよ、褒め言葉だよ。あの、日本人としても嬉しいからね。あの、外国人の人が日本語をこう話してくれてるっていう意味で、あ、日本語上手ですねって言ってるよ。言うだけで言うのがなんか失礼。あ、まあ、もう外国人としては日本語ちょっとしゃべれてるなので褒め言葉ということで。まあ褒め言葉だけどちょっと控えめで。で、その逆パターンもある。逆パターン、日本語下手ですねって言われること。そんな失礼な人いる。そうじゃなくて、やばいじゃんその人。もう普通にこうちゃんとビジネス場面とかで挨拶して名刺交換して、いろいろ喋ってから、このミーティングは日本語でやるんですけど、大丈夫ですかとか。なるほど。メールを日本語で書いてるんですけど日本語読めますかとか。もう普通に会話した後にその確認のがなんかどういうこと。いや、一応気を使ってるんだよ。ダブルチェック。日本語喋れるけど読めるか分かんないじゃん。だからメールは日本語で書いてもいいですかとか。次によく言われるのが、誰かと食べに行ったタイミングで、足上手ですねって。それは言っちゃうよ。俺も言っちゃうもん。まあ、6年間日本に住んでるから、そのタイミングで箸が下手なのが確かに相当そこまで難しくないよ。確かに日本人もみんな箸を使えるし、子供も箸を使えるし、なんで外国人をそこまで褒める必要があるのって。いや、それもだから会話の糸口じゃない。こう、褒めて人は嬉しいものじゃん。そこは嬉しくない。だから箸上手ですね。やめてください。想像してみると、日本人がフォークとナイフ使っててレナに、あ、フォークとナイフの使い方上手ですねって言われてるようなもんだもんね。そう、バカ野郎って。そうです。それは使えるわ。それは使えるでしょう。ちょっと日本人として気をつけなきゃいけないね。そう、外国人に箸の持ち方上手ですねっていうのは褒めてるんだけど、ちょっとバカにしてる感じも出てるかもしれない、ね、そう、バカにしてる感じが出てる。多分ね、レナね、俺の実家に初めて来た時にお父さんに言われてると思うよ。言われてる。言われてる。もう全部言われたと思うよ、こうチェックリストで。日本語上手ですねとか、日本語喋ってもいいの、普通に喋ってもいいのみたいなこともしょっちゅう言われたし、お箸上手ですねって思って、絶対にセットでタカのお父さんに言われてる。絶対言われてるよね。逆のエピソードを教えていい？うん、あの、私はいつもめちゃめちゃ喜ぶ時、お店に入って、
て、うん、店員さんが私の顔を見て、うん、外国人だなというショックの顔を見て、めちゃめちゃこう緊張感、汗が出てる店員さんがもうどうしようどうしようみたいなことをして、で近づいたら日本語で私は喋る、うん、でそのホッとする気持ち、ね、私にめちゃめちゃいいよ。ああれは気持ちいいよ。確かに。そよかった日本語喋れるんだみたいなね。それは日本語を喋れてよかったなって思う瞬間だよね。そうそうそう、誰か初めて会った人と喋って、うん、英語で喋りかけられて、うん、私は日本語で返す、うん、この人は英語を喋り続ける、おお、私は日本語喋り続ける、うん、あまりなんかいいコンバセーションにならないのがなんか日本語で喋りかけたらもしかしたら理解できないかもしれないから英語で伝えようっていう。そう、でもなぜか日本語で返ってくるみたいだからそう、だから日本語で喋りかけようとか日本語で話そうって思えないんだよね多分ね。英語で喋んなきゃ、英語で喋んなきゃって。じゃあ私は英語で返事した方が相手は嬉しいの？いや、そこは日本語の方が嬉しい日本語の方が分かりやすいだからレナが言ってあげればいいんじゃない？あ、日本語喋れるので日本語で話しかけてくれればいいですよみたいな。緊張してるからもうこうアップアップやばいやばい、外国人外国人、英語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 で喋んないと How are you? ってなってタカはどう？タカが俺緊張してたらやばくない？今何私じゃない朝起きて外国人からこう言ったら寝てる寝てるってやばいじゃん。いいよ。いや俺は全く緊張しないけどね、外国人と。あの英語で頑張ってくれる人は本当にありがとうございます。で最後は、うん、タカも気づいたことあるかわからないけど、二人でどこかのお店に行って店員さんが私を完全に無視してタカと喋ってる、うん、でタカが注文するのが別にそれだったらいいけど、うんうん、私は何かを注文して、うん、それに対して何か確認すること、私に確認してるんじゃなくて、はいはいはい、タカ確認してるのがどういうこと？状況整理するとレナと俺と店員さんがいてレナが店員さんに何か質問してその回答をレナに答えるんじゃなくて俺に答えてるってことね。そうそうそう。でもそれもやっぱり緊張しちゃうからだよ。多分外国人を目の前に喋るってなると緊張するから日本人がここにいたら日本人に喋りかけてくるっていう。悲しくなるよね。そこは悲しくなる。確かにね、ちょっと無視されてる感じがあるよね、うん、そうそうそう、無視されてる除外されてる感じがあるね。今日面白かったじゃん俺的にはすごい面白かったけどレナがいろいろ日本で経験して悲しくなったりイラッとしちゃったりすること、ちょっとだけ意識してこれから外国人に触れ合う時にあ、レナがそういうこと言ったなと。確かにね、これもう気持ちの持ち方だけ次第だよね。ちょっと気をつけようと思えば。でもぜひ外国人と仲良くしてください。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。ハムスターさん、バイバーイ。